ホンダ車のチューニングを得意とするスプーンが EK 型シビックタイプ R をベースとして N1 規定に合わせて製作した耐久レース車両がこのシビックだ。スプーンの EK 型のチューニングは1995年に始まるが、97年にタイプ R がデビューすると、そのレベルは一段と高度なものとなった。スプーンシビックの開発コンセプトは、とにかく速い車に仕上げること。軽くて直進性が良く、素直に減速する。これらの要素をバランスさせていくことで、結果的に速いタイムが得られるのである。単にエンジンパワーだけ上げても、ミッションが壊れたりタイヤが持たなくなってくる。そこでスプーンは各部をスパイラルにステップアップさせていくことで熟成を進めた。エンジンは N1 のレギュレーションに合致するパーツを使用しながら、最高の出力特性と耐久性をギリギリまで追求。エキゾーストマニホールドやマフラーなども軽さと耐久性を重視して製作されている。同じ形状であれば、より優れた材質のもので作る。材質が変えられないなら、重量物はできるだけ中央に寄せるといった細かい工夫の積み重ねが、このスプーンシビックの真骨頂である。こうしたこだわりの結果、車重は820キロまで軽量化。 B16B 型エンジンは12000回転で218馬力を発生するという究極のシビックが出来上がった。改造範囲が狭い N1 車両だからこそ、気が遠くなるほど細かい部分にまでこだわって製作される。この車両で培ったデータや技術がスプーンのストリートチューンにフィードバックされているのである。